このパートでは大手スクマイア2012サブスクリプションアドバンテージパックに新しく追加された BreadPhysics の説明をしていきます。でまあ、こちらの方をでに設定されているんですけれども、まずはスタティックボディと,とメッシュをリジットボディ化したデータになります。BreadPhysics をプラグインとしてロードすると、こちらの方のメニューに Bread として追加されます。 でこちらのメニューというものはシェルブにもあるアイコンと基本的に同じものが用意されていますまず基本的なリジットボディの作成に関しなんですけれどもまずは Create リジットボディで疑似的なリジットボディオブジェクトを作成しますでこちらの方のアトビューと見てみるとコライダータイプに7つのオプションがあります それぞれのプリミティブタイプを変更すると各アトリビュートが変更されますスフィアの場合は半径の大きさで調整することができますでボディタイプも3つのオプションから用意されていてまずはスタティックボディ全く動かない状態ですねキネバティックリジットボディはアニメーションに順次なシミュレーションを行いますでダイナミックリジットボディは 基本的にはシミュレーションをずっと観光しているというような状態になります。でこちらの方をダイナミックリジットボディとして再生すると、メッシュ化されたリジットボディとスフィアが各々シミュレーションされているのが分かるかと思います。でこちらの方をです、ね、スタティックボディにすることによって、まあ、こちらの方をシミュレーションしないで、コライダーとして生成されるというような形になります。 でその他のオプションとしては、ブレートの部分に、えー、コンストレイントというものがありますので、コンストレイントで、えー、2つのオブジェクト、リジットボディ、オブジェクトをつなぎ合わせることができるようになります。でこちらの軸をです、ね、適当に変更して、このようにシミュレーションを行うと、まあ、こちらの方はスタティックボディなので動かないんですけれども、えー、こちらの方がシミュレーションを行っていると。 なな形になりますで続きまして1つプリミティブのトーラスを作りますけれどもこれに対してソフトボディを割り当てていきたいと思います Create ソフトボディというものがこちらの方にありますのでこちらの方をアサインしますでこちらのアトリビュートの方で 例えば、ベンドのコンソレイントタイプを有効にして、少し値を入れてあげると、このような形でシミュレーションが行われると。で、こちらのトーラスに関しては、ソフトボディとして、このシーンの中では生成されているというような感じになります。その他、ポーズマッチングという。 アトリビュートもありますのでこちらの方を有効にすることによってシミュレーション結果が多少異なってきますでその他のオプションとしてはスケルトンに準じてコライダーを作成するアドコライダーとスケルトンですねあとはラグドールのオプションというものもあります シーンを変えて見てみましょう。こちらの方を再生すると、こちらのキャラクターがデジットボディのオブジェクトに対して影響を与えて各ボックスを散乱させるというシミュレーションなんですけれども、こちらの方に対してはアトコライダーとスケルトンで オブジェクトをこのような感じで割り当てています。こちらの方基本的にはキネマティックスなのでアニメーションされているこのボーンに準じてこのコライダーが追随するというような形になります。シミュレーションを行うとここでコリジョンが行われてでこの板がこのボックスたちを飛散させているというような シシミュレーションになりますでこのほかジョイントを1個作っていきたいと思いますけれども例えばこのオブジェクトに対してプレートのメニューから c r e a t e グ a g d o l l f r o m s k e l e t o n ですねこちらの方を作成する生成することによって このコライダーが自動的にシミュレーションしているというような形になります。で、こちらのコライダーに対してはダイナミックリジットボディなので、例えばスタティックボディにすることによって、先ほどと同じような感じで、軸を元にこのコライダーがシミュレーションしているというような流れになります。 であとはコライダーとスケルトンを選択して、オリエントコンストレイントでつなげることによって、ジョイントがこのコライダーに影響を受けているというのがわかるかと思いますで。あとは先ほどのコンストレイントのアトリビュートと同様にですね、こちらの方を調整していきたいと思います。でコンストレイントの xyz 軸にミニマムとマキシマムという、えー 値を入力すするる欄があるんですけれども、例えば、X 軸に関してロックすることによって、X 方向には曲がらないような形を取ることができます。もしくは、Limited で Y と Z だけに値を入れてあげます。例えば、こちらも0で、こっちは15とかですね、にしてあげて、このような形で数値入力をすることによって、入力したパラメーター以上は、 まあ回転しないというような設定を行うことができます。例えば、値を大きく入力してあげると、またそれに準じて回転角の状態が変わってきます。こんな感じですね。これを応用することによって、クロスのシミュレーションをブレッドのシミュレーションで生成して、そのシミュレーション結果というものを ジョイントに対してベークするというようなことが可能になってきます。